どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが8月22日の月曜日なんですけれども、明日から勝負のベイスターズ3連戦、この3連戦の結果がセリーグ情勢を大きく左右すると言っても過言ではありません。で、そんな大事な3連戦に向けて、矢野監督が近本選手の昇格を明言したということで、今回の動画では近本選手復活後のスタメンについて徹底解説、みんなが状態を上げている中、どんな入れ替えが考えられるのか、こういったところについて深掘りをしていきながらお話していきたいなと思います。 では早速お話をしていきますがまず本日の工事で明らかになった入れ替えについてお話しします先ほど今後のローテについてもしかしたら森木投手が上がってくるんじゃないかという動画をアップしましたそちらもぜひご覧いただけると嬉しいんですがそこで才木投手の登板感覚問題についても触れましたおそらく中10日の方針を継続するんじゃないかなとだからこそ今日の工事は注目ですというふうにお伝えしていたんですがやはり本日の工事で再起投手が抹消になりましたここはもう徹底してますね埼玉投手はここまで5試合に先発3勝1敗防御率が 1. とと聞いててるとみんな揃って佐伯のたために打ちましたこういうい言葉を口にすするんですこれは胸が熱くなりますよね。特に復活当番の野主人のコメントは涙ものでした。このように野主人の支えもありつつ、佐伯投手は回答連発。常に試合を作り続け、決して調子が良くなくても崩れない。こういったところに今年の進化を感じますよね。昨日の投球がまさにそうでした。一体どうなってしまうんだろうというぐらい不安定な立ち上がりだったんですが、ストレートで押し込めますもんね。やっぱりこれが強いです。今回で再起投手は4度目の投げましょうになりましたが、個人的にこの判断は英断かなと感じてます。 中6日で回したとしてもパフォーマンスがガタ落ちすることはないと思うんです。ただ、再起投手のプレ野球生活はここからが本番ですから、また残りの登板でも素晴らしいピッチングに期待したいなと思います。さあ、ではここからは今後の入れ替えについてです。再起投手が投げていた。日曜日はまた新たな投手が上がってくるとして、まずこの枠で明日誰を上げるのか、実はもうここは決まってます。そう、近本選手ですね。この近本選手の昇格については、昨日の試合終了後、矢野監督自らプランを明かしていたんです。そのことについてのコメントをご紹介します。火曜日から近本も帰ってくる予定。近本が帰ってきて安心感とかあると思う。全員 で戦ううここととととをププララススににしてて近本ががってくることがるるさらなな思うということでいや、熱いですね。激ツです。つい先日まで8連敗と、底なし沼にハマっていたタイガースでしたが、まずは中野選手が戻ってきて連敗を止めた。そして大山選手が戻ってきて、さらに勢いづいた。この2人が合流していこうタイガースは4連勝ですから、もちろんこの要因は2人だけではありませんよ。他の選手もみんな状態を上げてくれたからこその連勝なんですが、やっぱりレギュラー選手の存在は偉大ですよ。自身が打つ、守る、走るということはもちろん、周りに与える影響も本当に大きいです。佐藤選手なんて2人が戻ってきた瞬間から目を 冷まししまたからね。後ろにどっしりとした先輩がいてくれるそして塁上にはずっと一緒にいる同期入団の選手がいるやっぱり心のより所と言いますかいつものメンバーで戦える安心感みたいなものは間違いなくあると思うんですそんな好循環が発生している打線に最後のピースが戻ってきます不動のレギュラー近本浩司残念ながら今回のコロナ離脱で12球団唯一のフルイニング出場がストップしてしまいましたがそれでも現時点で123安打22盗塁と今年も安定感抜群です近本選手が打線の中心にいてくれることで何か起こるんじゃないか確実に仕事をしてくれるんじゃないかファンとしてもそう という気持ちになりますなんかもうノーアウト一塁三塁とかで近本選手に出す気が回ったら絶対点入るやんと思いますもんねまあそれぐらい技術的にもそして精神的にもプロ野球の中でトップと言えるものを持ってる絶対的な存在だと思うんですでそんな近本選手なんですが昨日から成尾浜に合流していましたみんなと汗を流す姿が映っていましたが今日も成尾浜での指名練習に参加 本来であれば2軍戦で数試合出場して、打席に立って、守備について、そういう流れを踏みたいんですが、もう残り28試合です。近本選手はゆっくり、そして早くという言葉を残していましたが、もうシーズンラストスパート、できるだけ早く合流してほしいという気持ちが、矢野監督の中でもあると思いますので、おそらく中野選手や大山選手と同じく、復帰5速くスタメンということが濃厚なのかなと、今日の練習では矢野監督や井上ヘッドが見守る中で、フリーバッティングやシートバッティングを行った。シートでは4打席ほど立ったみたいなんで、これも明日の試合を想定してのことだと思うんです。そしてこれは今後の話なんですが、近本選 選手と同時に熊谷選手と小幡選手も復帰しました。同じく練習に参加してます。いや、これも大きい情報ですね。現状、木並選手がいい働きをしてくれてるんで、小幡選手はもう少し調整という流れが予想されますが、熊谷選手は早めに復帰するかもしれませんね。やっぱり内外や守れる。そして何と言ってもここぞと走ることができる矢野野球の象徴でもありますから、また入れ替えも起きることが考えられるんですが、今日の抹消は再起投手だけでしたから、このまま何事もなければ再起投手の枠で近本選手が昇格、そしてそのままスタメン起用ということが予想できます。でですよ。ここから考えていきたいのが近本。 復活後のの打打線線についいいてでですす今のタイガース打線めちゃくちゃゃく感じですよねそこに近本選手が戻ってきたらどうなるのかここはめちゃくちゃ気になるところで僕の動画でも近本復帰は嬉しいけどスタメンどうなるのと誰が外れちゃうのそういうコメントを多数いただいていましたまあこれは嬉しい悩みなんでみんなで必死に考えていきたいんですがやはり複雑な部分もありますですのでここから僕の主観も踏まえつつ今の状況を整理しながら今後どんなスタメンが考えられるのかを考察していきますよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせくださいということでまず真っ先に考えたいのは近本選手を何番に入れるのかこれによって 打順も大きく変動しますからね確かに上がってきたばかりで果たして前みたいに活躍できるのか、まあ、レジギガス持ちの近本選手だからこそこういう不安もあるにはあるんですが中野選手と大山選手がものすごい打ってます中野選手は復帰して4試合なんと18打数7安打打率が3割8分9厘そして1番として6得点ということでこれ以上ない仕事をしてくれてます守備でもさすがの動きを見せてくれてますし盗塁も決めてるとそして大山選手もとんでもない爆発っぷり復帰した3試合で12打数5安打打率が4割1分7厘2打点特に昨日の試合では1試合4安打ですよあの無双し た6月ですら4。安打はなかったんですから、2人ともなんでそんなに打てるのと、そして動けるのと疑問を持つぐらいです。まあ、だからといって近本選手もこのように打てるかは蓋を開けてみないと何とも言えませんが、矢野監督は絶大な信頼を寄せてますからね。今、打線がいい巡りで回っているからこそ、近本選手を6番以降に据えて様子を見るという選択肢もあるにはあるんですが、おそらく1番おは3番で起用するんじゃないかなと。そういう風に予想してます。じゃあ次に考えていきたいのが外野手運用です。近本選手が復帰するならセンターは確定。じゃあ、今センターを守ってる。島田選手はどうなるのか？もしかして外れちゃうのとそういう声もあるんですが。 僕は外れないと思います。というより外してはいけないとさえ思ってます。というのも島田選手はこの8月、18試合で打率3割6分と絶好調。月間27安打はセ・リーグトップということで、この数字が示すとおり、8月一番打ってる選手なんです。しかも島田選手はとにかく勝負強い。シーズンを通して得点圏打率は4割あります。実は去年も得点圏打率は4割超えていたんで、この事実がもっと知れ渡ればいいなと思ってるんですけどね。昨日もここぞというところで打ってくれて、貴重なタイムリー。本人はチャンスでの心構えについて、チャンスは燃えるんですと、こういう強い言葉を残してくれてます。これだけ状態 がいい選手そしてこれだけ熱い選手そして左ピッチャーを打つ確率もどんどん上げてる選手を外すということはさすがにないんじゃないかなと考えるんですそしてもう一人はロハス選手ですよここもさすがに外せないでしょう島田選手も間違いなく8月 MVP 級の活躍を見せてくれていますが正直ロハス選手がいなかったらおそらく今の勢いというのはなかったでしょうここまで8月は打率3割5分7厘ホームラン4本10打点出塁率が4割1分3厘 OPS が1.104ということで今はまさに無双状態ですあの爆速昇格以降2試合続けてヒットが出なかったということがないんでまさに今 まあ、両打ちのマートンさん状態ですよ。明日、明後日と左ピッチャーが続きますが、おそらく起用するでしょう。というより、せめてこの8月は最後まで信じてあげてほしいなと思ってますね。原口選手も8日選手もどちらもいいんで悩ましいところですが、ただ僕はこの2人は外せないんじゃないか、そういう風うに考えてます。ですので、その他いろんな要素を踏まえつつ、そして明日がサバンの今永投手ということを踏まえ、こんなメンバーになるんじゃないかなと予想しました。1番ショート中野選手2番ライト島田選手3番センター近本選手4番サード佐藤選手5番ファースト大山選手6番レフトの初選手7番セカンド糸原選手。 山本選選手手手8番番キャャャッッチチーー梅野選手9番ピッチャー青木投手ここは皆さんそれぞれ考え方尊重すべきポイントは違うと思いますのでぜひコメント欄にてご意見をお聞かせくださいまず近本選手矢野監督の信頼度を考えると近本選手を復帰した手とはいえ1番か3番以外で起用することはないんじゃないかなと考えましたで中野選手の出塁率と近本選手の出塁率ここを比べると近本選手本来の打順1番に据えるということも考えられますが今中野選手がめちゃくちゃ打ってくれてますからね、まあ、8番中野選手とかそういうところもね去年みたいで面白いところではあるんですが、まあ、中野選手も おそらくいい感じに疲労が抜けてきたのかなとですので今機能している12番を崩すことはないんじゃないかなという考えです島田選手はチャンスに強いんで6番でも面白いかなと思ったんですが大山選手の後に島田選手確かに面白いメンバーなんですが長打、まあ、一発土管の可能性を考えたとき大山選手が歩かされてしまう可能性が高くなるかなと感じたんです実際大山選手は明日投げる今永投手明後日投げる浜口投手からそれぞれホームラン打ってますそして前回このカードで3立を食らってしまったときは大山選手不在でしたからですのでより警戒して入ってくると思うんでそれなら6番には一発もあるそしてつなぎ もできているロハス選手になるのかなと。いや、これも本当に悩みました。だって今3番でハマりまくってます。もん。本人も中軸を任されてることを粋に感じてるみたいですし、そういう意味でも気持ちよく試合に出れてると思うんです。ただ、ロハス選手はずっと前から監督に言われたところで、仕事をするだけこういう言葉をずっと言い続けてきました。ですので、決して打順降格という捉え方ではなく、今ロハス選手が6番にいることが、最も相手に恐怖を与える打順になるんだと、それをしっかり伝えてあげれば変わりなく結果を残してくれるんじゃないか。ま一、あ、気に感じてやってくれるんじゃないかなと思うんです。大山選手を歩かせても次ロハス選手がいたら怖くないですか。 他にも考察ポイントはたくさんあるんですが一旦僕はこういった予想をさせていただきましたで最後なんですが少なくともこの8月一番流動的になるのはセカンドなんじゃないかなと思うんですというのもロハス選手近本選手島田選手はよほど大不振に陥らない限りすぐにスタメンから外れることはないでしょうならライトの佐藤選手はサードにもあるじゃあ糸原選手がセカンドという流れになりますがここは渋めそして相手投手が右なのか左なのかそして今の状態はどうなのかこういうところを全て照らし合わせて選手を決めると思うんです糸原選手もジャイアンツ3連戦で打率5割と状態を上げてくれましたし 今バッティングを優先するなら糸原選手になるでしょう実際糸原選手は左ピッチャーの方が打率が高いですからただ守備をメインに考えるそして右バッターをという観点なら山本選手もいるそして僕今木浪選手めちゃくちゃボール見えてると思うんですこのジャイアンツ3連戦でも厳しい変化球全然振りませんでしたしフォアボールでいいつなぎというのもしてくれてますで木波選手もセカンドでいい動き見せてくれてますからですので今後セカンドが一番流動的になるんじゃないかなとキャッチャーはピッチャー次第で梅野選手か坂本選手になりますかねということで近本選手が戻ってきたらいよいよ完全体でしょうマル選手も2軍で再始動してますし 残り28試合見どころ満載です明日から始まる新たな戦いも引き続き注目して見ていきたいなと思いますはいということで今回の動画では近本選手復帰後の打線についてそして一体どんな入れ替えが考えられるのかについてお話をさせていただきましたまずは近本選手も鳴らしの段階ですただそれでもいてくれるだけで安心感が違いますからさあ一体どんな打順になるんでしょうか首脳陣の決断にも注目です皆さんは今後のスタメンについてどう考えますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいですということで以上今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいですこの動画が面白かった ためになったと思っていただけた方は良かったらチャンネル登録グッドボタン押していただけると嬉しいです皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者32,900人突破いつもありがとうございます皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます次は目指せ、チャンネル登録者33,000人ということで今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたしますではまた次の動画でお会いいたしましょう毎日トラホありがとうございましたさあついに近本選手が帰ってきますそしてどんなメンバーになっていくのか明日からの首脳陣の決断にも注目してみていきましょうではまた